対にここから逃がすな。ここにいてはまずい。アルスラン殿、ここは一旦脱出し体勢を立て直そう。安全に出られる門は南門だけだ。ここを抜けて脱出するぞ。俺はまだ諦めんぞ。門を閉じろ。奴らを逃がすな。塞がれてしまった。ラジェンドラ殿、他に道は？決闘場を迂回すれば俺の部下が守る門がある。外壁を伝っていくぞ。ラジェンドラ様、よくぞご無事で。俺のことはいい。それより父上を、王を急ぎ保護するのだ。その後兵をかき集め、ガーデービーとの戦いに備えよ。はっ、承知しました。何を使っても構わん。奴らを殺せ。ガーデービー様、お願いいたします。もうおやめくだされ。やかましい。もはや貴様など頼りにせぬ。シンデラの王位は俺のものだ。仕込められたか。とにもかくにも襲い来る敵を倒すしかあるまい。無事にここを出られればよいか。我が心の兄弟よ、共に戦おうではないか。へえ、俺とやろうってのか。素晴らしきご活躍、英雄を解放するおと見まごうばかりです。なんだ貴様。ジャスワント、お主が扉を開けてくれたのか。ありがとう。これはシンドラの神聖なる決闘。他国の王族に何かあれば我が国の恥になります。ですがこれ以上の手助けはできません。ここから先は自力でどうにかなさいませ。ガードービーの配下が妙なことをするものだ。まあいい、おかげで道は開けた。聖者はじめ、敵軍に大打撃を与えてやれ。どれだけ兵を潜ませているのだガーデービーめ。外壁から向こう側に行くしかあるまい。アルスラン殿、実にお見事。友として、心の兄弟として、俺も鼻が高いぞ。ラジェンドラ様、カリカーラ王は我らが保護しました。兵を投入する準備も整っております。ご命令を。よくやった。もう案ずることは何もない。反撃に転じ、ガーデービーを撃つ。くそ、役に立たない奴らめ。俺が直接手を下してやる。このようなところで戦争だと。ガーデービーめ、何を考えておる。ガーデービーさえ倒せば戦いは終わる。ゾウに巻き込まれぬよう奴だけを狙えばよい。この俺が負けるなどあってはならぬ。こんなところで捕まるものか。無駄なことを。我が兵による包囲は万全。逃げたとてすぐ捕まることだろう。俺は認めんぞ。撤退して再起を図る。
ガーデービー様、神の決議に異議を唱えることがあってはなりませぬ。どうか覚悟を決めなさいませ。貴様、いたぞ、ガーデービー王子を捕らえよう。放せ。うわ、マヘンドラ様。悲しむな、わしは使える主君を誤った。愚か者にふさわしい最後を遂げるのだ。ジャスワントよ、お前には何も報いてやれなかった。お前は道を違えるな。そんな、剣を収めよ。この戦いはお主らの国の行く末を決める神聖なものではなかったのか。命を懸けて戦ったバハードルの名誉さえも無駄にするというのか。ショラセーナに、ショラセーナに、ショラセーナに。ガーデービーは真意と勅命とに共に背いた。奴のためにこれ以上戦えば大逆罪の共犯となるぞ。パルス暦321年2月、シンドラの王位をかけた神前決闘はダリウンの勝利に終わり、次期国王は第二王子ラジェンドラに定まった。世襲宰相マヘンドラは決闘場での戦いに巻き込まれて死亡。そして病が悪化したカリカーラ2世も逝去する。一方、真意と勅命とに背いたガーデービーは軽視。シンドラはラジェンドラを国王とし、新たな道を歩み始める。アルスラーン殿、なるほど、あなたの口利きで解放されたのですね。ああ、お主の身柄は私が預からせてもらった。感謝するべきなのでしょうね。ジャスワント、これからどうするつもりなのだ。さて、どうしましょうか。もはやこの国に私の居場所はありませぬ。実はな、私もお主と同じなのだ。同じ？私の父上と母上は本当の両親ではないらしい。私はパルスの王子なんて偉い身分ではないのかもしれないのだ。だがダリューンやナルサスたちはそれでもついてきてくれる。私はその思いに応えたいと思っている。お主も一緒に来てはくれないだろうか。あなたは？そこがお主の新しい居場所になればいい、そう思っている。アルスラーン殿には本当に世話になったな。そろそろパルスへ戻るのだろう？ええ、明日にはここを立つつもりです。こちらの混乱はひとまず片がついた。お主には多大な恩がある。俺にできることなら何でも協力するぞ。そうですか。では兵を500ほどお貸しください。兵を？水臭いことを。俺とお主の仲だろう。3000騎貸してやろうではないか。いえ、そこまでは。いや、3000だ。このラジェンドラに恥をかかせんでくれ。そこまでおっしゃるのでしたら、お言葉に甘えさせていただきます。ああ、俺たちは親友だからな。何をお考えなのですか。いくらなんでも3000機は多すぎます。わからんか。3000機は火種よ。パルスの軍を焼き尽くすためのな。奴らがいかに強くとも内部から突き崩されればひとたまりもあるまい。それはあまりにも。彼らは陛下の即位に手を貸してくれたのですぞ。
だからこそだ。俺はな、あのアマちゃん王子が好きなのさ。こんな策を浪するのも、あの坊やに王として大きく成長してもらいたいからだ。急がねば。あの王子が危ない。ナルサス卿。ジャスワンとか、殿下に恩でも返しに来たか。そうだ、俺はあの王子に恩義がある。故にこのような卑怯な真似は見過ごせぬ。卑怯な真似とは、ラジェンドラ殿の策のことか。知っていたのか。無論、ちょうど人手が足りぬと思っていたところだ。殿下に恩を返す気であるのならば、少し手伝っていかぬか。承知した。それで手伝いとは何を。